すげえ俺ら白いな。はい。なんこなん結婚式来たみたいな。結婚式来たみたいな。誰のだよ。誰のだよ別に。はい。はいどうもー。水溜りボンドですお願いします。はい。いやお前のねそれめっちゃ怖い。すごい光景が良さそう。やって。やばい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 。まあだからそれやっちゃダメだって。夏増しさんのね、ところにちょっとお邪魔させていただいてるんですけど、ちょっとね、ちょっと佐々木いつもと雰囲気違うんで、マジさん、お久しぶりです。どうも。僕に LINE してきたんですよ、その、マージさんに切ってもらいたいですって。はい、ありがとうございます。はい。佐々木はもう、はい、やってもらいました。え、マジですごい。マジでかっこいい。で、お前、あれだろ美容室でデュエル始めて、はい、おかしいってやっぱやってること。今からガントさん始まるから決まったらデュエルしちゃう。負けるわけにはいかないんで。いや、本当に負けた方次回ブラックマネさんの髪型にする。マジかよ。マジな。え、小森屋は絶対音感を持ってる。あ、そうなの、久しぶりです。マジでなんか音、音出してください。あの、髪切るシャキって音とかでもいいですよ。え、すごい、こいつマジで、マジなんですよ。絶対音感って何でも当てられるんですけど。歯です、これ。レです。歯ってないよ、お前。歯はない。潰すな。でも、その相手のパン、佐々木さんだけ。これ、佐々木。はい。俺らのトークとかあるからさ、守備表示の話しないで。髪を切ってもらえる時が来たので、ね、この感じで知ってる人いることないっすもんね。ほらすげえ、単独ライブのポスターみたいな。じゃあそんな感じで、はい、今日はお二人を切らせていただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では